皆さん、今日小池さんのねバズーカが炸裂をいたしまして、今日またまさにそのバズーカで、ね、あの野党第一党と言われていた民主党が、民進党が吹き飛びまして、なぜねそういうことになるのかと、結局ね彼らは自分たちの身分を守りたいということでね、とにかくね当選したいところばっかり、そしてねその身分を変えなければこの国は良くなりません。一部既得権益、あどうもありがとう、一部既得権益のね要はしがらみだらけ、そういう人たちがいい思いをしている、その身分を変えないと結局は納税者が納得できる税金の使い方に変えることはできないということなんです。小池さんに理由に言うとワイズスペンディングとか英語で言われますけどね、我々はねこれを身を切る改革で納税者の皆さんの納得するような税金の使い方に変えていこうというのが我々の維新の改革であります。そしてこれからやるんじゃないんです。我々はもう大阪で実行してきました。まずは政治家の身分、大阪ではガラッと変わりました。皆さんがご承知の通り、大阪府議会なんていうのは大阪維新の会がスタートをして2割の定数削減です。そして給料は3割カット、そのことによりまして全国一、全国都道府県議会で一番給料の安いのがこの大阪の府議会議員、3割カットぐらいは大したことではありません。そしてね我々は首長、知事、市長にも同じようなことを求めて、自分の身分についてはメスを入れていっております。僕は今47都道府県で2番目に、まあ、給料が安い知事ですけども、これも橋本知事時代に彼が知事になって一番最初に自分の給料を削り退職金をなしにして、そこからスタートをいたしました。この10年間橋本祭り改革で徹底した大阪府庁の改革を実行してきた。今大阪府庁は47都道府県の中で一番人口10万人あたりで一番職員数が少ないのがこの大阪府庁です。でも仕事は増えてるし、皆さんへのサービスも拡充している。役所の中、今までメタボだった役所を筋肉質なスリムなそういう役所に作り変えた。そのことによりまして財源が生まれて、その財源をもってまさに今安倍総理が言っている教育無償化、大阪ではこれは橋本市長の後吉村市長が引き継いで、維新の会の市長のいるところでは大阪では幼稚園保育園4歳5歳から無償で、中学校から高校も今大阪では公立高校だけではありません、私学も無償になっている。何が言いたいか、大阪では幼稚園から高校までもう教育無償化実現をしているんです。今まさに総理は今回消費税の使い方を、それを改めて教育無償化を実施するという、そして結局は教育無償化を実施するにあたっても増税はなされるわけです。我々は違います。大阪でやってきたこの役所改革、行財政改革、これを全国で実施することによりまして、増税することなく教育無償化実現できるということをこの選挙で皆さんに訴えていきたい。大阪ではできてるんです。幼稚園から高校までの無償化、大阪府民の皆さんに僕は増税を求めておりません。大阪府は今借金も減らしてきてる。大阪でできたことなぜ全国でできないの、政治が生ぬるいことやってるからです。慣れ合いぬるま湯もたれ合いで役所の運営をやるから、大阪でやってるような教育無償化が全国でできない。増税の前にまずは税金の使い方を見直していく。一部の既得権益の人たちがいい思いをする、そういう税金の使い方を改める。
一部の天下り先メスを入れましょうよ、役所の体質改善していきましょうよ、それをやることによって大阪でまさに高校までの教育無償化を実現できたということなんです。皆さん、それをやるためにはまず政治家自らの身分、ここにメスを入れる、当たり前のことです。国会議員皆さんね、これ皆さん覚えておいてくださいよ。国会議員はね、皆さんに増税をお願いするとき、消費税上げるとき、ね、あの東北の震災でその人たちの生活を支えるために皆さんの市民税を上げるとき、一瞬だけ国会議員は自分たちの給料2割カットをいたしました。国民の皆さんに増税をお願いするんなら、まず国会議員からだろうと、一瞬だけ2割カットしましたけど、増税を実施した瞬間にまた自分たちの給料元の目阿弥です。2割カットしたことをやめる、こんなことやっててね、皆さん税金の使い方、役所の中の税金の使い方を見直せるわけがありません。当たり前です。政治主導って言うんですから、政治家が自分の身に甘いことやって、自分の給料は高い給料を取って、それで職員に厳しいこと言っても職員の皆さんの心に響くわけがないんです。でも皆さん、維新の会では今国会議員26名しかいませんが、維新の会の国会議員にはね、はっきりと全体の2割ができなくても自分たちでやれることはやろうよ、やるべき。だから維新の会の国会議員は今自分がいただいた給料から2割手取りを2割カットして、それを毎月まとめて被災地へ届けております。これがね、実行する政治なんです。民進党、まあ潰れましたけどね、いつも言うんです、いや国会議員の身を切る改革は必要言うけど、彼らはね、今自ら自分の給料手取りから横出しすればいいものをやりませんでした。ましてやね、企業団体献金禁止、企業団体献金もらうからしがらみができる、民進党もそう言ってた。でもね、今は法律上もらえる状況だから、法律がそれを認めてる間だけはもらいましょう。そんなことでね、皆さん、あの役所の体質を変えれるわけがないんです。維新の会は企業団体献金禁止、これを公約に掲げた時から我々の内規規約として、企業で日本維新の会の規約として企業団体献金の禁止をまずは実行しております。だから維新の会の国会議員、今誰も、まあもちろん僕も企業団体献金はいただいておりません。しがらみのない政治、既得権益を打破する、そして税金を皆さんに取り返す、そういうことを言うんなら、まさに自分たちが自らやれることを実行していく、これが一番大切なポイントなんです。今回、ね、小池都知事がドーンと ね、小池都知事がドーンと打ち出しましたよ。しがらみのない政治をやろう、そして既得権益を打破しよう、全く我々と同じ、まあ我々がこれから6年間これまで6年間やってきたことを非常によく研究をして参考にしていただいていると思います。でも皆さん、これからそれが本当にできるのかどうかを皆さんが、有権者の皆さんが見極めてもらわなければなりません。本気でやれるんなら、東京と大阪でぜひ改革競争をやる、東京大阪がやれば全国に今の既得権益に対してのメスが入れられることになります。皆さん、我々が大阪でやってる改革を全国に広げれば、皆さんに増税をお願いをすることなく教育無償化を実現することができます。大阪でできたことがよその他府県でできないはずがない。全国でやればね、皆さん増税に頼ることなく教育無償化、これを実現できるんです。教育を無償化すること、これはね、何も子どもたちに対してだけじゃないんです。そのことによって今の少子化対策にもこれも役立つ、そして
そういう子育て世帯、その人たちに使えるお金が増える、可処分所得が増える、その人たちがまたそうして自分の手元に残ったお金で買い物をする、子どもたちを連れてまた食事に行く、そういうことで経済活性化にもつながります。でも増税でそれをやれば結局元の木阿弥。だから我々はこの大阪でやってる改革を全国に広げていきたい。東京と大阪、小池知事がそれだけあるというなら一度しっかり見極めさせていただきたいと思います。そのことによって納税者が納得できる、そういう税金の使い方を、そういう税金の使い方にこの国の姿を変えていきたい。これが我々今回この選挙において府民の皆さん、国民の皆さんに訴える一番の政策であります。皆さん、とにかくね、せっかくのチャンスです。選挙っていうのは有権者の皆さんの権利、皆さんの権利でね、今の安倍政権に正面からね、まともに議論ができる、すべて何でもかんでも反対で国会の日程を人質にとって、それで物事を動かなくするような、これまでのそういう政治ではなくて安倍政権に対して真正面から議論ができる、そういうね、政党を選んでいただきたいんです。日本維新の会、国会議員が非常に少ない、26人しかいない、そういう政党ですが、ついこの間のあの安保法制の時も対案を出した、そしてテロ等準備罪、この法案についても我々が主張して、そのテロ等準備罪に関わったかもしれない、そういう人たちが取り調べを受ける時の取り調べの可視化を政府の提案の中に盛り込ますこともできました。野党の役割っていうのは何でもかんでも反対で国会の日程を人質にして物事を動かなくすることが野党の役割ではありません。野党の役割というのは政府が出してきたことに是々非々で対応する、そしてダメなことはしっかり変更を促して交渉をして政府に考え方を変えさせる、これが野党の役割であります。で、皆さんね、本気で改革やればね、大阪大変な状況です。皆さんがご承知の通り、ついこの間堺の市長選挙で我々負けました。維新の会、まあ、必死であっても負けた。なぜこういう結果になったのか、大阪ではね、皆さん、我々がね、改革改革で議員の身分についてメスを入れるもんですから、結局そういうことに嫌な人たち、保身の人たち、バッチにしがみついてる人たち、堺の市長選挙、僕の一昨年のダブル選挙でもそう、結局はね、大阪では全国ではない組み合わせになってしまいます。どこ全国つつ裏裏、どこからどこを見ても自民党と共産党と民進党と社民党がひっつくなんていうのは大阪特有、ありえません。今まで、でそんなことしてるから民進党はなくなってしまう。皆さんね、これなんです。本気でそこまでやれば、要は自分たちが自分の身分にこだわることなく改革をやれば、自分の身分にこだわってる人、議員の身分、議員の報酬、そしてさまざまな経費、こういうものにね、こだわってる人たちは維新をやっつけようといたします。もうかれこれ橋本知事から10年、大阪は変わってきた。それはね、大阪府民の皆さん、市民の皆さんがね、我々の背中を押してくれたおかげで、我々は思い存分大阪で改革をすることができました。この大阪でやれたことは必ずこの日本の国でもやれます。皆さんの力でね、今回日本の国で今大阪でやっている税金の使い方を納税者のもとに取り返す、そういう形に、そういう形を作り上げたいと思っております。で、皆さん、いよいよ来月選挙が始まる。皆さん、これチャンスなんで、皆さんの税金の使い方を、大阪の改革を全国に広げて、消費増税、
凍結、それでも教育無償化実現できる、こういうことをね、こういうことを前に進めていく皆さんの力が必要です。ぜひ今後とも日本維新の会のそれぞれの、まあ、候補予定者に皆さんの温かいご支援よろしくお願いをいたします。どうもありがとうございました。どうもありがとう。